東京オリンピックの開幕まであと3日です。東京都内では ioc 国際オリンピック委員会の総会が開かれ、菅総理などが大会の成功に向け、改めて決意を語りました。今回の大会は多くの制約があり、これまでとは異なりますが、対策を徹底をし、安全安心の大会を実現する。 決意であります。総会には菅総理や東京都の小池知事、大会、組織委員会の橋本会長などが出席し、コロナ対策を徹底して安心安全な大会にするなどと述べました。ioc のバッハ会長はテレビなどで何十億という人がオリンピックを見て、日本国民を称賛するだろうと述べました。また、who 世界保健機関の。 テドロス事務局長が来日しあすの総会で講演すると明らかにしました。